はい、今日はポーリーズ・スミス、マッカーティー594、マッカーティー3バーストをご紹介したいと思います。こちらの個体は、先日選定してきたうちの1本なんですけれども、当日選んだ中にマッカーティー3バースト結構今回入荷したそうで本数がありまして、その中から選んできた1本になります。トップはこちらあのノーマルのトップになってますけど、他の個体に比べてかなりまんべんなく木が出てて比較的深い木です。まあ、色味はちょっとあの個体によってマッカーティー3バースト色違うんですけど、少しちょっとオレンジ色が濃いかなというカラーになっています。あとバックの色もですね、若干個体差があって濃いものと薄いものとあるんですけれども、こちらの個体は比較的ちょっと抜けたようなフェードしたチェリーのカラーリングになっています。ウェイトは約 3.75 キロでして、非常にマッカーティー594らしいこうバランス感を持った一本だと思います。ものによっては比較的音がメローだとかエッチなトーンが出る個体もあるんですけれども、非常にアコースティックなトーンでコードワークしてもらっても非常に気持ちがいいギターだと思います。特にあのコードワークしてるときにこうボリュームコントロールとかすると思うんですけど、こうミックスポジションのときにこのボリュームどっちもこう同時に動かせるあたりなんかは、まあ極限らしくて非常にコントロールしやすい部分なのかなという印象です。で、今あの先に音取ったんですけど、横で聞いていたスタッフの印象だと、こうミッドが後から出てくるこうふわっと抜ける甘い感じのトーンが特徴的だというインプレッションをいただきました。聞いていただいた方はどういうふうに聞こえたでしょうか。